な清涼感をあなたに、ペパーミントラジオのお時間です。お相手はペパーミントリーフのマリとサトシとヒロシです。よろしくお願いします。今日もペパーミントラジオの時間がやってまいりました。今日は節分ということで、ちょっと春に向けての話をねちょっとしたいなと思っているわけですけど、なんか春にまつわる思い出とかなんかありますか、ヒロシ君？そうですね、思い出、小学校の頃の思い出なんですけど、はい、私の家が小学校の隣にあるんですけど、隣、徒歩3歩わ、めっちゃ羨ましい。で春になると桜がねものすごく綺麗になってて、家族でよく花見なんかねしたりしましたね。小学校の校庭に咲いている桜を見に行ったそういうことですよね。いやいや、まあそうです。なんか春になると、あ、また今年も咲いたなって。あ、なんかあれ、だったら小学校の帰りにみんなで次の電信柱までランドセルを何人か分持たないといけないゲームとか憧れでした。あ、憧れ。高鬼とか色鬼とか。あ、いや、もう遊びながら帰りたかったですし、行く時もねワイワイしながら行きたかったんですけどね。好きな子とちょっと離れて歩くみたいな。サトシさんの方が思い出というか、もういっぱい。散歩でついちゃったらね、何も思い出は。いや、何もないんですよ、そこの思い出は。登下校の僕逆に小学校まで1キロちょいあったので、そうなんです、結構な距離だったんで、なんかこう、まあ、通学路はね一つなんですけど、うん、まあ、例えば立教とかね、うん、全てがアドベンチャーのイメージでしたんで、うん、当時は。そうか、じゃあ思いね、登下校の思い出がない。散歩もまるっきりないです。登下校ってなんだろうなんだろう。もう妄想するしかなかったですね。もし自分の家が遠かったら。そうか、もう私なんかもう本当に目の前が学校だったらどんなにいいかっていつも思ってましたけどね。あら、まあね、近ければ近いでまたちょっとね。そうね、うん、そういうちょっと寂しさもあるんですね。あります。そうか、確かに近い人羨ましかったですよね。羨ましかったですよね。なんか、あ、そうそう、ギリギリまで寝てられるしとか、忘れ物もね。そうそう実際やってましたね。忘れ物なんかパッと取ったら、もうすごい、すごい。なんかね、へえ、まあそうですね。家が学校から散歩のところに、あ、よくトイレ借りに来てましたよ、生徒の人たち。そうなんですか。家まで？いや、どっちがどっちに？学校の生徒が学校のトイレが嫌だからちょっとトイレ貸してくれと。ほう。家近いっていうのもそういうこともあるんですよ。へえ。そうですね。マリさん何かありますか、春？春ね、春の思い出。まあ、節分なんで鬼とかね。あ、鬼ね。節分、うちはね、まあでも節分はやっぱり子供の頃はやっぱ豆をまいてましたね、家で。あら、うん、豆をこう、まいてませんか？まいてましたよ。サトシ君とこまいてませんか？家でやったかは覚えてないんですけど、幼稚園の頃にこう先生が鬼のお面をかぶってみんなに飴をまいて、うん、もう我々がもう、うわーっとその飴に群がる。先生が、鬼の先生が飴をまくんだ。いろいろ設定がこうオリジナリティになってね。やったーみたいな感じのイメージ、まあそういう記憶が。そうなんですね。あとはなんか、あとはなんだろう、ないですね。ないです。節分まだあるんですか、節分っていう。節分ありますよ、ありますよ。やられてます、マリさん？あ、行事ね、もうね今はしないですけど、うーん、いや、これ絶対なくなっていくんじゃないかなって。今は恵方巻きとかですか？あれはまた違いますか？ あれはなんか関西から始まったなんか風習みたいですけどね。これ節分と関係あります？恵方巻きって一応なんかその年のなんか縁起のいい方角を向いてなんかそのなんか食べるんでしょ、太巻きかなんか。すげえ薄いじゃないですか。そう、興味なし。さてはやったことありませんね。
あります。ヒロさんありますか？私は一度だけやったことがあります。本当に。だからもう一度一回で終わったんですよね。特になんかあまりこの効果ないなみたいな。定着しなかったですね。北北東がどうでとか、今年の方が、今年の方いいみたいな。しかもね、一口で食べないといけないんでしたっけ、全部。え、そうなの？なんかあの、黙って食べないといけないんじゃないですか。そうそう、その間喋っちゃいけないんだね、食べてる間。全然みんな、ヒロシが一番詳しいじゃないですか。そういうサトシ君は、恵方巻きは。あんな、最低、これちょっとラジオ、これ今のところカットで、お願いします。いや食べ物としては素敵な食べ物ですけどね。はい、何かあの、日頃のね、海鮮巻きと何が違うのかなと思いながら美味しくいただいてますよ。はい、はい、まあね、まあ、春でこうやっぱりそこでこうなんか何か流れがね変わるのが節分、分けるっていうことでね、節目ね、そうですよ、そこから変わるっていうね、なんかこうそういう時期なので、そこから何か始めるとかね、そういうのもいいかもしれないですよね。なるほど。え、じゃあヒロミョンがまた始まるんですか？いや、絶対これ分かんないでしょ。前回分かんないですし、これもあの恵方巻きみたいなもので、あのそんな定着させようとしたところでそんなにしないと思います。ヒロミョンが気になった方は第1回放送ぜひお聞きください。定着させるも流れるもね、皆さんの力にかかってるところがありますので、ね、高評価が1万超えたらみたいなね。そうですね。いや、まあね、すいません。はい、まあ、春ということで、今日も、新しい曲を聴いていただきたいと思うんですけど、我々のね、今日は、春っていう字がついた我々の曲で、春雷っていう曲があります。これを聴いていただこうと思うんですけど、これはね、私ね、ちょっとエピソードっていうか、レコーディングの時のね、レコーディングっていうか、まあ、これをアレンジする時のことですごく覚えてることが一個あって、はい、これね、ドラムがちょっとボレロみたいなね、そんなリズムをね、刻むような曲なんですけど、これでね、サトシ君がちょっとスネアをね、工夫してくれたんですよね。そうです、ティンパニーとかで使われるコパーという材質があるんですけども、まあ、10円玉ですよね、どうですね、その材質のスネアを使ってレコーディングさせていただきました。うん、まあ、今はもう持ってませんけど。あれを叩いた時はなんか マレットかなんかで叩いたんでしたっけ？あ、そうですね、本来のボレロはスティックでダッダダダダダダダっていくんですけど、まあ、ティンパニーの感じでボレロのリズムをという、うん、ちょっとこうね、フュージョンさせるといいますか、感じでやらせていただきましたね。はい、はい、すごい、それがね、なんか印象深い曲に、ありがとうございます、覚えていただいてて、はい、なっていますということで、今日は、この春雷を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はペパーミントリーフのマリとサトシとヒロシでした。ありがとうございました。